アギチャンネルでええやん。アギちゃんチャンネル、アギちゃんチャンネル、アギちゃん、なんか今回ね、あの高木社長の方から、アギちゃんチャンネル、ドライバーテクニックって、アギちゃんチャンネル始まるよ。よーい、スタート。チャンネル登録よろしくね。アギチャンネルでええやん。アギちゃんチャンネル、はい、どうも、アギチャンネルでええやん。アギちゃんチャンネル、ずっと見たかったんで、そして本物ちょっとじゃあ自己紹介の方お願いしてよろしいですかね。はい、はい、私ドライバーコンサルタントを務めさせていただいてます、ケミングのはいでーす。なんかあんま言うのあれかもしれないですけど、カメラ回ってる時一番元気なくない？いやさっきプライベートで何回かやってる時の方が結構元気あったっすけどね。じゃあもう一回だけ、いい二回も見て、高木さんですね。そしてペンで呼んでください。ペンさん、よろしくお願いいたします。ここは、どういうあれになるんですかね。こちらはですね、はい、ケービングとしてあの車を保有してる、あ、車庫になる。いいですでしょう、見てくださいよこちら。あー、何台かもらって帰られんかな。なんとかならんすかね社長。無理無理そうね。なんか今回はですね、はい、あの高木社長の方から、ハギちゃんってドライバーテクニックってどうなんですかって、なんか結構ニヤニヤヘラヘラバカにしたような言い方勝手な捉え方ですよ、なんか言い方をされたので、ちょっとやったのかな。あれじゃないんですか。いやいや、もうそんな、もともとペーパードライバーで15年ぐらいでしたけど、それはもう最近運転もやってますし、舐めないでください。じゃあそこのケーイングさんの、あ、優秀なドライバー連れてこいと、で来たのが私です。これはちょっともうすぐ変えてもらいたいです。いやいや、これはちょっとチェンジですね。チェンジしないでください。あんまり言うならいかもしれない。チェンジで。もう勝負するために僕今日来たんですから。まあ、自信はあるということですね。ちなみにどういう経歴の持ち主ですか、高木さん。私ですね、はい、一応まあ、11年間自衛隊に勤めさせていただいて。自衛隊ですか。あ、じゃあラファさんとかと一緒ですね。あ、自衛隊やったらラファさん。そうですね、はい。なるほど、これはちょっとほんまに強敵やね。まあでもせっかく対決ということですから、僕も絶対負けないですし、まあちょっとここで、株式会社ピヨ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 軽貨物の代表の萩原、運転うまいな、あーあいつのとこで働きたいなみたいな思ってもらえたら。だからごめんなさい、これもうちょっと、あー、これ見たらケーウィングのドライバーさんがちょっとごめんなさいちょっと僕の運転見たらこそっと来てしまって、もう高木さん、いやいや、もうそんなつもりはなかったんですよ、いや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 っていう、このこういう立ち振る舞いになるかもしれない。これの練習だけしとこうかな。いやいやこれだけやっとこうかな。自信あるんですよ、じゃあ。はい、負けないですよ、僕だって。僕も負けないです。もう自信あるんで。自信あるんですね。じゃあ今日はどういう勝負をやるんですか。まずです、はい、今日は3本勝負やりたいと思います。3本1本にしてもらえないです、はい、ちょっと熱いんで。え3本で、はい、何でしょう。で、最初1本目については体操ということで、はい、注射、あー、競いたいなと。タイムアタックで。僕ね、親から注射だけはするなって言われてて、バックは良くないよって。まあ、まさにそのバックをやるってことですよね、はい、ちょっと本当に自信ないです。一番自信ないかもしれない。じゃあ僕の勝ちってことで。いいですけど。いいかい。逆に本当来て汗かいただけで帰りますけど、いいです。いやいや、やりますよ。でもちょっとバックも練習してますし、はい、いい機会ですよ。ただちょっと、ハンデはください。お願いします。そうです、ね。それはください。だってやっぱもうめっちゃ自衛隊で運転もうまいでしょ。まあまあ、そうです。ペーパードライバー十分ですよ。こんなん赤子に大人が勝って楽しいですか。あなたそれでも人間ですか。やめた方がいいですよ、そういう考え。行かれてますよ、この人は。わかりました、わかりました。判定ください。わかったっす、お願いします。わかりました、はい。じゃあ、まあ、配達っていうのはバックミラーが基本荷物がいっぱいある。もちろんもちろん、はいはい、見れないことが多いんで。ありますね。僕その状態でバックミラーなしで。バックミラーなし、はい。僕はハギちゃんさんについては、はい、荷物なしの状態なんで、しゃらバックミラーを見れる状態の注射をしていただく。いつでもかかってこいよ、この野郎。すぐバックしてやんじゃん、この野郎。負けませんよ。負けませんよ。ちょっとそんな冗談や。怒らんといてください。じゃあちょっとバック対決早くやりましょうよ。それぐらいハンドもらったら勝てるかもしれません。よろしくお願いします。はい、じゃあ3問勝負1本目、バック対決勝負したいと思います。ハギちゃんチャンネル、さあ、ということでこれ見てください、この荷物ですね。でも実際こういうことありますもんね。いや、もう常にこんな感じで、はい、パンパンの状態が多いんで、はい、これでやりましょう。はい、乗れ、はよ。横ずっとおてなんか当たり強いっすね。いや、なんかペースすごいね、なんかいじりやすくてついついすいません。ちょっとね、初対面とは思えないぐらいね、最高なんですよ。じゃあ行きますか、早速。僕の合図でやってくださいね。準備よーし。何？すみません、自衛隊出ちゃいました。ああ、びっくりした。急に出されたから。すみません。よーい、スタート。はい。おお、早っ。え、早っ。マジか、マジか、マジか。マジか、おい。うわ。さあ、かけます。タイムがですね、
16秒73。ちょっと早すぎません？ちょっと出るところ考えてなかった。いやそんなお茶目な店で。おいおいおい、めちゃくちゃうまいじゃないか。16秒73。まあ今ので、まあ 10% ぐらいの力なんですけど。もっと早かった。ビューンって。まあ本当だったらちょっとまあ。僕もじゃあバックやります。お願いします。オッケー。ハギちゃんチャンネル。はい、というわけで僕の感じはこの感じで何も乗ってない感じですね。はい、もういけますね。はい、見せてやりますよ、じゃあ。はい、お願いします。いや、ちょっと大丈夫ですか？基本助手席専門なんで。運転してください。上がってますよ。上がってよ、行けばいいんでしょ。サイドはどこですか？サイドブレーキ、あの左下のペダルです。これか。さあ、技術指導。はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。喋りかけんといて。ちょっと今喋りかけんといて。真面目にやってます？ごめんなさい、もう本当に勝ったなと思ってます。あ、こっち乗らへん。やっちゃいました。うわ、乗らへん。ほら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 、あ、いけるいけるいける。もうええて。それでは聞いてください。100年越しの I love you。ん、ごめんなさい、何これ。イエイエ、ハギちゃん。誰ですか、あなた。ちょっと、ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃん。ファイブやで。何ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃんで。イエイエ、ハギちゃん。イエイエ、誰ですか、あなた。チェック、ザ、ハギちゃん、チャンネル。何をチェック。かっこええの入ってきたな。何これ。ハギちゃん、ハギちゃん言うな。イエイ、ハギちゃん。イエイ、ハギちゃん。ちょ、ファンファンファン、かっこええねん。ガム、ハギちゃん。どこ行ったらええねん、ガム、ハギちゃんって。レッツ、ダンス、ハギちゃん。なんで踊らなあかんねん。イエイエイ、ハギちゃん。それやめろ、イエイエイ言うの。ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃん。ファイブや言うてんねん。それやめろ、ワン、ツー、スリー、フォー。イエイエイ、ハギちゃん。何やねんこれ。おい、チェック、ザ、ハギちゃん、チャンネル。何言うやん。かっこええねんこれ。おっ、ハギちゃん。ちゃうちゃうねん、ちゃうねん、ハギちゃん。ラブソング歌いたいねん。何よ、カモ、ハギちゃん。どこ行ったよ、もう。踊ったらええかも。いや、終わったやないかこれ。